어제 백화점에서 산 뉴욕 딸기 11시 10분인데 이거 먹고 일단 밖에 나가서 저 맛있는 점심을 먹을 거예요. 나왔는데 어제 충전이 안 됐나 봐요. 충전 된줄 알았는데 9%밖에 없어가지고 어떻게 해야 될지 이거 없이 못 나가는데. ほら、いいんじゃない?もう、浅草寺テンプルの前にある店なんだけど、めっちゃ美味しそうです。 아니, 저희 기다리던 중에 옆에 충전기 있어가지고 지금 충전 중이에요. 아니, 어떻게 여기 딱 있냐고, 충전하는 데가. 미치겠다. 사람이 엄청 엄청 많아가지고, 지금 나가면은, 지금 심지어 1시 되는 중이라 딱 점심시간이어서, 장난 아니에요, 사람들이. 근데 먹을 게 엄청 많아가지고, 지금 이거 하고 기모노로 갈아입을 수 있는 데를 한번 찾아보려고요. 일단 동생 보고 저기 웨이팅에 있으라고 하고 저는 기모노 렌탈 할 수 있는 데를 지금 찾고 있거든요. 근데 진짜 다들 기모노를 입고 있는데 어디서 렌탈 하는 건지. 아따 아따 렌탈을 찾았습니다. 근데 다 꺼있네 렌탈을. 그래서 아까 도라에몽과 食べた 도라야키 食べてみます. 빨리 요토이 도라야키도 오이씨. 이탈리아 진짜 맛있어. 고래가 더 맛있었던가요, 私も. 네. 이ただきます. 나 정말 맛있어요, 고래. 뭐니, 고래. 진짜 맛있어. 맛있어. 진짜 맛있어. 진짜 맛있어. これはなんかくるみ、くるみみたいなペタペタはしないけど、ただ短いのこれ出たらここやってきれいになる。藤井菜もいっぱいあります。そうだね。出たら色々ね。髪の毛多いね。そうですか。いいね。私は少ない。なんか髪の毛も長いスキーだけど少ないから。いっぱいあった。私も少ないだからなんかちょっと。いっぱいの欲しい。あ、みんなそうでしょう。
何度、 何度かな? 20? 26くらい? あ、でもいいじゃない? めっちゃいいです、今いい天気 日本は寒い めっちゃ寒いですね 韓国もめっちゃ寒いです 韓国も冬になったら本当に 韓国は日本同じ寒いですからね同じ寒いそうですね もう出かけることはできません 寒いから もともと東京で住んでましたか? 私は東京の中の品川? あ、品川って、はい、でもちょっと引っ越しした でも今家からここまで 1時間 え? でもここの仕事好きだから あ、そうですか そう、無理やりに1時間くらいかかって みんな、1時間でもここの仕事 しょうがない、好きだから わあ、なんでそんな決まりを 最初からは 着物の仕事、好きから着物の勉強して、ここが勉強して で、仕事5年間ぐらい 着物のお店の仕事行って 今、こっちのお店、自分のお店 1ヶ月ぐらいの工事、全然終わってないだから、だから今日工事はないだから、じゃあ頑張って、もう開けたらお客さんいるからね、全部ホームベージュとまだ終わってないから、じゃあ心すごい高いから、もしやらないと、もっと大変だから、頑張ってやってる、今日来て本当にありがとう、嬉しい、助かった、なんか28日、なんかいいの日だからオープンした、だから花いっぱい、だと思いました、なんか工事中だと思って、開けてないかなと思って、 え、3回かなと、この前お客さんも同じ、2回1回上がって、あれやってない、下に戻って看板もう一回見て、あれやってる、だからもう一回聞いて、あ、じゃあとここだよって、なんかほっとしてたんです、みんなそうなんだ、工事途中のところ、明日は午前中でこっちはなんか全部終わりだから、 午前中でも今日できるようになったら、今日は全部持ってほしいって言ったけど、でも今日はみんな休みだから、おじさんだけ一人だから機械いろいろできないから、だからなんか、で花は何か何色が好きですか、あとはこれいっぱいつけたいよね、バールもパール好きです、バール好き、じゃあさっきのバールつけるね、バールと赤い混ぜてするのがいいじゃないですか、 これも勉強することですね、これは自分全部作った、あ、本当ですか、自分、めっちゃかわいい、これは自分作った、なんで着物がそんなに好きになったんですか、なんか着物触ったら気持ち落ち着く、なんか落ち着く、 平和になる、そうですね、これは白とか、これもちょっとある方がいいね、着物デザインとかも興味ありますか、未来で、欲しいだけど、でも多分力ないと思う、力ないですか、残念、本当に、例えばなんか服見たら、もし私になったらこことかこことかデザイン好きもあるんだけどね、でも今いろいろ 力がないな、めっちゃ可愛いです、可愛いよ、クリスマスツリーになった感じに可愛いです、ありがとうございます、何ですかあれは、 あ、アフィックス、はい、いいです、かわいいね、ありがとうございます、ちょっとの後ろね、あ、可愛い、
어떤가요? 제가 기모노를 한번 입어봤어요. 머리도 진짜 신경 많이 써주시고 진짜 완전 밖에 나가서 한번 센소지 때 하이파이 이 오모이데요 쓰크리마쇼 쓰리마시타 토토 센소 그래 호라 미라 가와이쿠나이 맛있어 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 저한테 전문 안 좋아서 못 봤어요 나롱이 동생도 못 봤어요 이제 이걸 가지고 저기 기도하러 가서 태워버리겠습니다. 아까 나쁜 운을 뽑았기 때문에 태워야 돼요. 예. 아끼맛. 내 거 왜 잘 안 돼? 인센스 들고 있으면서 엄청 해맑기. 저기다가 이제 넣어서 소원을 기도를 하는 거. アクセサリーショップ来ました。記念品とか買いたいってさ。 でももっと日本らしいものが欲しいです今は日本まで来たからさ美味しそう 엄청 진해요 차가 그리고 엄청 맛있고 타피오카가 엄청 보들보들 이게 나 오이시 너무 추워가지고 30분 정도 렌탈 반납 시간 남았는데 돌아가겠습니다 너무 춥네요 근데 너무 만족해요 비싼 만큼 예뻤다 머리는 예뻐서 계속 두기로 했고 사장님 베트남 분이신 매우 친절하세요 그래서 일본에 여름에 올 때도 유카타 예약하려고요 피스 이제 좀 이제 아직 배가 안 고파서 버블티를 모아가지고 좀 그 테이크아웃을 해가지고 호텔에서 먹을 생각입니다 뭘 먹을지 아직 정하지 않아서 조금 둘러보겠습니다. 뿌링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  오사카에서도 진짜 맛있게 먹었었던 이 이치고 뭐지? 먹어보도록 하겠습니다. 너무 맛있다. 와 진짜 이거는 먹어도 먹어도 놀라는 맛이야. 천국이야. 너무 행복해. 저녁 끝! 여러분, 전 누워서 이빨 닦아요. 왜냐면 맨날 동생이 갖다 주거든요, 칫솔을. 부럽죠? 저는 그래서 일어나지 않아요. 침대 한번 누우면. 왜냐면 동생이 다 해주거든요. 부럽죠?